こちらのブースでは P2P の、利用のですね、促進、それから P2P の、良さをですね、実証してやっていこうということで、実証実験をした結果を、皆さんにご覧いただこうということになっております。従来型のですね、クライアントサーバー型のシステムの場合には常に利用者のクライアントとサーバーがですね、1対1で通信を行いますので、例えば画像の映像の転送難度の場合には利用者が増えれば増えるほどサーバーの負荷が重くなります。またネットワークもですね、全部1対1でつながっていきますので、非常に効率の悪い使い方になります。で、一方ですね、P2P の場合には最初の利用者の場合にはサーバーから取りに行くのですが、一回見た、例えば映像をですね、一回見た人たちのキャッシュが残りますので、その後を見る方たちはそのキャッシュから取りに行きますので、サーバーの負荷がかなり軽減いたします。 P2P の場合には先ほどお話ししましたようにね、サーバーの方に取りに行く確率がかなり落ちますので、相当小さな設備で事業をスタートすることができます。またクライアントの利用者がどんどん増えた場合にもサーバーをどんどん増やす必要がありませんので、クライアントサーバー型に比べて運用コストがかなり下がられると思います。それからまた利用者につきましては設備が安くなるということは安い料金で映像が楽しめるというようなメリットもあります。